楽しかった。なんてっけ回ってる。ドゥ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 ン。サビじゃないとかおもろかったよね。みたいなやつ。うっちゃっちゃうんちゃん、うんちゃんちゃんうんちゃん。骨きたかったな。骨の中のみたいな。ああ、ね、うん、それだ。あれ歌ったら多分骨の名前覚えれるよ。勉強できる。なんかピテイコツとかあったくない？覚えたみたいなやつ。うん。歌詞出とったっけ？さすがに出とった。さすがに出とったか。骨の衣装着たかったね。ね。全身タイツみたいなやつやろ。にフリフリスカート。なくなるやつ。これ？おもろ。あ、頭と首と、いや、首と胴と、胴と両手足、体中のあんちこんちに骨の隠れんぼや。これ歌った？歌詞おもろ。上腕骨に肋骨みたいな。歌ったよ。そのくさびの前何やったっけ？どうかな鎖骨やばあった骨骨骨骨206個の骨たち、うん、ウケる骨の歌頭良くなるやん骨の歌ガチおもろい鎖骨骨骨骨2年前とかじゃないでもうん3年前それはないか2年前2年前スペサポ公演夏配信なかったけんねそっかおった人だけレアユニットでしたね、うん、何今の顔押し骨、鎖骨鎖骨ないねん鎖骨埋もれてる鎖骨出てないこうやってやったらさ、ここめっちゃ出てくるくない？ここ水溜めれるよなんで水溜めれちゃうよこう骨格関係あるあ、出てるよ、出てる出てる、出てる出てるそこつ出てないないことはない埋もれとるそこつ見えてないでもあるもんね骨格によって見えやすい人とねそこつ出てないですどんなに太っても鎖骨が出る人と水溜めれますさあ鎖骨これ何？猫？犬？並ぶさん、猫タワー。ありがとう。猫、なんか首輪に見えてきた。首輪。ありがとう。今日か。今日のファッションのポイントは何ですか？アリンコーデのポイントは。今日のファッションは、はい、ラフロンティーです。でもマジで暑いよ。いやそれな、ちょっと失敗。さ引っ張り出してももう半袖直しとったのに、うん、まだ長袖早かったか10月後半だというのにいやそれな外はジメジメいつ衣替えをしようか迷いますねしたのにもうしたんそう片付けたのに、うん、またちょっと暑いけん
引っ張り出して昨日はインスタ撮りたかったっけ、意地でも、うん、秋コーデ。なるほど、ね、こうやってさ、ちゃんとあ、くっついてるやつか、くっついてます。そういうおしゃれは我慢。そうよ、お腹いっぱい。ほんまにさ、あ、ストーリー載せようかな。ご飯食べて、ちょこっとカフェに行ったら、夜カフェ、夜カフェ、海外に行ってきました一瞬ね、海外、本当に腹パンついてます。何食べた？ローストビーフ、アヒージョ、スーシー、天ぷら。なんか和なのか洋なのかよくわからない。うん、でもこれ食べた後はさ、そんな腹パンじゃなくなかった？腹パンだったらは多分今日じゃがりこ食べ過ぎたせいでお腹いっぱいすぎて終わっちゃう。この後はまだだったんよ、うん、カフェ行ってカフェ終わったらもうやばかった。うん、お腹いっぱい。何事？ほんまに。お腹がいっぱいです。あ、ちなみに、あ、明日の告知しとかんと。やっぱあ、そうよ。あの、ちなみに言うと、はい、明日は2人で、じゃあおうちハロウィンってことにしよう。おうちハロウィンパーティーします。イエーイ、おうちハロウィンパーティーをします。ハロパー、楽しみです。骨骨ワルツは歌えません。もう忘れました。イエーイ、見てね。その食材を買ってきたのでちょっと配信が遅くなりました。何の計画もなく行ったのでそうね。イエーイ、楽しみ。配信はあります。見てね。でもあれぶりかも、マジであれから使ってないぐらい使ってない、ホットプレート。ハロウィンじゃなかったっけ、高焼き。でもその時もさ、10月ぐらいじゃなかった？そうだったかも、覚えてないやろ。1年経ったってこと？2年だよ。え、2年だよ。そんな前？2年だよ。やばない？いや、1年か、さすがに。いや、2年よ、2年前。うん、マジで多分2年前の秋ぐらい。2年ぶりにやります。2年ぶり、多分ね。まあ、タコではないんですけど、今回は、はい、タコは多分やらないんですけど、今回はバージョンアップです。多分この辺よ、さの記憶によると。やばいね。あ、ほら、前10月18日。え、10月18日、ぴったり2年。ウケる。え、ほんとやん。じゃあマジでほぼ2年。すごくない？ほぼ2年。2年ぶりにやっちゃいます。ほぼ2年です。今日が 18？ 今日が18やけん、1日惜しかったね。なるほど。まあ今日は無理でしたよ。はい、明日です。2年ぶりのこの時はタコですね。タコパしたんだね。2年、やばいね。やばい、早い。何時から、何時からやる？見て、え、誰？私サラだよ。あ、サラに行ったって。思い出した？思い出した。2年前です。2年か。参加応募はギフトかなとか。参加者はギフトかな。かぼちゃギフトかな。かぼちゃギフトとかないね。このケーキ、シュークリームちゃんしかない。確かに。何時からするの？何時がいいかね。まあ予約入れます。はい、見てください。まあでも夕方ぐらいかな。夜ご飯やね。うん、ちょっと早めの夜ご飯ぐらいかな。楽しみ。もう今そんなこと考えれんぐらいお腹いっぱい。それだな。
腹パン。お腹がいっぱいです。うあ、そうや、今日のやつ早朝5時から期待してます。それはアホやろ。え期待してます、待機してますじゃない期待して、あれかのよさ、読み間違いかと思った。期待してます、期待してますってどういうことそれはどういうこと。それは早すぎやね、うん、朝の5時はまだお腹空いてないかも、うちらお腹空いてないかもしれません。さあ、交通夕ご飯かな、楽しみだ。あの予定がある方は知りません。確かに明日土曜日やばいね。ね。早なんか。一週間早。ほんまにそう。お疲れ様でした。今週も皆さん。え、早くないなんか。うん、早。あっちゅうも。今週もお疲れんこーん。そんなん言っとんいつも。言わんの。言っとるの。お疲れんこーん。そんなん言っとる。うん。言えよそう。聞いたことない。疲れちゃった。1週間。今日は金曜日なのでなんか人が多かったですね。はい。楽しそうな大人たちがいっぱいいました。浮かれてましたね。うん、花金楽しんでる大人たちがいっぱいいましたよ。マジで運よく入れましたね、夜ご飯は。なんか人多くねって思ったら金曜日でした。そうでした。なんかでもそういう楽しみよくない、うん、うちらにはないやん。まあね、金曜日だからどうとかさ。確かに。ちょっと羨ま。これをモチベに頑張るよいな。そう。何曜日。ヘイブーギブーギバンバン。バーギバーギバンバン。懐かしいソング。そこ告白するノバみたいな知っとる、恥ずかしいしみたいな。分からん。え、ジェネギア好きな告白するノバ恥ずかしいしみたいなやつ。前の流行りところで今かげかばかげらないしみたいなやつ。しょうがないからラブソングをいっぱい今日はみたいに音楽を。ジェネギア分からない、すごい知らんときかも。多くない、あとはちょっと前に流行ったやつなんかあるかな、こんばんは、出てこん、あいつ流行り遅いけんね、うん、TikTok やったのにそうやTikTok やっとんの、そうやねん、 TikTok やっとるようで見てないねん。ゆるカフェストーリー、あ、メンションしないとね、なんかブス、うん、こう漏れてる、ヒヨピヨ、今日足がちょっとむくんでる、うん、足パンパン。じゃあストーリー載せます。はい、私たちの海外を載せます。海外風、私たちの海外ストーリー、海外夜カフェ海外夜カフェストーリーを載せました。見てね。
海外。海外。こんばんは。メンションしました。あ、そうか、携帯出ししとくか。そう。じゃあ12時までに終わらないと引用できないね。今見れない。早めに終わります。トク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 ギフトありがとうございます。あらまーす、キョンシー、いあるキョンシー、そこなんどういうこと、こうなんとかって言われても今端末が1個しかないね。さあ覚えて最近のティックちゃん、なんでそれ、けど3回ぐらい覚え見て覚えたすごい。なんだっけ、主役は君だよ。エブリデイ誰もみんなトゥル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 、なんやっけ、になってるんだからだだだだみたいなやつ。今が流行り。そうです。リサさんはスマホ2台持ちだと思ってたって言われた。そうじゃないです。あのノリで今日こうなったんで。おいはハローキティみたいな覚えて。何ですかそれは。キティかぶってたので。何それ。この前、あハローキティこんにちは。え、聞いたことないし見たこともない。ハローキティのダンスみたいな曲がありましてね。見たことない。あハローキティのやつ、うん、出来たてのポップコーンいかがじゃない。え、多分そう、その曲の。キティはみんなの出来たてのポップコーンいかがじゃない。あのサンリオの前で流れとる。そう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 、サンリオの目の前にさ、多分あの曲、あるポップコーンのさ機械から流れとるやつじゃなくて、多分それです。ハローキティのダンスっていう名前らしいです。ハローキティ、出来たてのポップコーンはいかが。キティはみんなの出来たてのポップコーンはいかが。ハローキティ、パフェ作った。パフェ作ってない。パフェ作らな。パフェ見たよ。何やっけ、どうしてどんな時もパフェみたいに可愛く集まっていて、やっと頭から離れたね。また今日も流れる。確かにめっちゃ流れる。主役は君、エブリデイ誰もみんな。ちょん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 、チャートに当たった人がいますよ。登録でとる、マキさんにはおめでとうございます。登録でとる。確かにエディオン神谷町ホール、アリサさんは2日連続の公演です、ね、うん、そうです。スタジオチアトリお待ちしてます。2日連続お待ちしてます。スタジオからのチアトリ。ね、11月のあれ、それうまいよ。公演スケジュールやることないもんね。うん、最近やらんねん。あ、どう、うまいよ。なんかだんだん頭ついて、あれそれ
か首長くね確かに首長いと不利やね首短くねえじゃんなんか首長くね待って見てなんか首長くないなんかうん、あの人が短いだけなんかそれ前でそうです10月の公演スケジュールが出てましたねうんつとうんつとトントントンどうきょうこちらに言うとするとそうですね、まあ、11月4日13、14は開けといた方がいいかなと思いますね入試さんは私は多分違います14は出るんじゃない花台は出るやろ14は出ます山口出るじゃない花台は出るでしょ花台で出らんかったことあるん逆にんないですほぼない多分出ますん11月11月ってさ7日の花だれもあるよねうんね、うん、あれそれはさ発表されとるよねうんなのになんか変やね、うん、確かに、ね、確かに7日もう発表されとったのに 4とかは今から確かにうん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 山口県山口これなんかチャートに気づかなそうじゃない？パッて見た時にさ、うん、ライジングホールのさ英語にさチャーミングトリップ混ざっとるけんさ知らんかったもん最初、ね、気づかんかった見た時あー四国ねーと思っとったあいつもなんかよく見て気づいてあー四国公園ねーと思ったチャートリーだったチャートリーあるよえ3回もっと歩くないえでもサラが覚えてるのは、うん、マジで1回ぐらい、うん、だってチャンチャンチャンとかで見た時大体あそっかあれちゃん、うん、違うことない3回しか出てないやつないそんなでもさこちゃんと2人はめっちゃ出てる毎回おるイメージ、うんこんばんは山口 2days 確かに山口 2days ドゥ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 チャートリ気づいてないよみんな四国かけるチャートリそうだよ四国かけるチャートリなのねお気をつけて私も知らなかったか埋もれてましたね英語にチャーミングトリップん
ちゃんとか初めて言われた。誰スナピちゃん誰なの。それ今携帯貸してって思ったけどこれか。11月の公演、11月の公演ですか。そうなんですか。確かに4、でも4は祝日じゃん。こちらの人たち良かったですね。確かに2個ばっかりですよね最近。そうですね、6 12 12。ああね、僕隊多いね。あ、多くないか、言うて2回か。この週めっちゃ多くない公演。12、13、14、19。おお。まあでも内容がバラバラやけんみんな該当してないからあれですか。こっち映ったら動画めっちゃ動画なんでこれこれじゃないと。みなども私たちは興味がないな。なぬねね。茶色くなった。あれが白すぎた。確かに。そういうことね。今日チャートリ寄りだねってどういうこと？は。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 今日チャートリ寄りだ。いつも可愛いけどどない？いつもスタジオ寄りだって。スタジオ寄りとは。スタジオ寄り。いまだ2期生以降まともに知らなくて。だってじゃあ5人ぐらいしか知らんやん。確かに1期だけってこと。7人ぐらいしか覚えてない。時止まっとうやん。呼び方知らないだって。サラピちゃんです。サラピッピちゃん。サラピッピちゃん。サラピちゃんやん。サラピちゃん。サラピちゃん誰。サラピちゃんです。おもろ。二人で乾杯したのってしてないね。してないね。ソフトドリンクしか飲んどらんわ。そんなにね、そんな酒豪じゃないので。私はまだ魅力に惹かれてないですね。お酒の魅力。はい。魅力に惹かれてないってやば。日本語。魅力、まだお酒の魅力に惹かれてないらしいです。気づいてないね。魅力に気づいてないとかならわかる。お酒の魅力に。魅力に惹かれてございません。はい、それでいいと思います。おじさんたちが熱弁してくれるかな。お酒の魅力分かる人がここにいっぱいいるかもしれない。お酒の魅力に気づいてる？酔って普段言えないことを言える喜びを知ったらドハマりする。だって普段悪いやつやん。ブブブ本性、本性隠してるんだな。シラフから言いなさい。シラフで言えないなら酒を使って言うな。ブブ。シラフで言えないんだったら酒を飲んでも言うんじゃない。それはな。酒に頼るなんてかっこ悪いぞ。
ビールの魅力に惹かれません。病人が、うん、あ、消えた。何を飲みましたか？私はもう本当にあれですね、甘い系か。何甘い系って？カクテル？うん、結構めっちゃ極薄梅酒と極薄何も梅の味を感じんかった、うん、ただのサイダーぐらいですね。梅は美味しいです。めっちゃ薄かったんですよ。あ、梅酒の話？そう。ごく薄？そう、お店の問題なんじゃない？お店の問題なので。ほぼ炭酸、炭酸水。あ、レモンサワーも飲んだな。どうでしたか？レモンサワーは普通にうまいです。ケチャップ。アイドル何コカレロ？ごめんけど知らんよ。何コカレロ？コカレロとかテキーラとかイエーガー初めて聞いたんやけど。ね、テキーラしかからは、うん、コカレロって何？イエーガー。何ですかそれ。何じゃそれ。あ、ハイボールも飲みましたね。池田からもらって。いや、ハイボール飲んだ。うん、サラダも飲んだことない。池田はハイボールが好きらしいよ。脂肪になりにくい。そう、うん、ハイボールは NG でした。まずそう。ハイボールノッツ。コンビニでスミノフ、なんやスミノフって。分からん。スミノフ？スミノフ？分からん。明日は乾杯ありますかって配信で乾杯とかしたら殺されるよ。バーン。アンサーちゃん。バーン。殺される。殺されちゃう。説教食らっちゃう。乾杯。呼び出し食らっちゃう。スミノフはレモン味らしいです。へーブーツカバーン、ブーツカバーン。よく分からん、コカレロは。ん？何言ってるか分からん。よく分からん。よく分からん言葉が並んでいる。ドゥ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 。さ、髪切ったらこんなもん。ボブ、ボブサラ。そんぐらいだった時期あるん？ない。なさそう。人生の伸びかけの時、うん、伸びかけ
こうやって見たらあんま想像つかない。うん、それずっとこんぐらいやってる。そうなの。うん、鎖骨ぐらいやってる。あんまそう、なんか鼻だれとかこんぐらい短い。から伸ばした。ボブとかは絶対無理やな。あいさ。逆にロングは？めっちゃロング？うん。背低いけんさ、めっちゃ伸ばしすぎても変じゃない？まあ確かに。ね。ボブは絶対に NG。うん、想像つかない。ねえ、下手くそやろ。想像させる気ない。こんぐらいの丸みを持たせないとダメですよ。想像力、うん、豊かにしてみんな。うん、でもさ、これがあるけんさ、確かにそれぐらい、それを全部だって思えば、まあ、頑張って切ってこれぐらいな。こんなんもう無理よ。頑張って、ボブは無理よ。頑張ってこんぐらいまでしか切れんかもさ。うん、セラピーが短くなったらびっくりする。何があったってなるよね。うん、長い方がいい。ひみこ様、ひみこ様ひみこ様見たことあるんかないやろが。何がひみこ様だったの。あるちゃんこっち、ほんまに。おい、そっちや。下手すぎ。どうやってやるの。バブバブって言った今。バブバやばって思ったんやけど今。ボブボブね。バブって言ったかと思った。マジで言いたいんやけど。びっくり。何やねん、はやら。さすがにそこまでの、ついにそこまでのぶりっ子を始めたかと思った。バブはやばいって。全くぶりっ子じゃないよね。さすがに死んじゃうわ。かけ離れてるぶりっ子から。あー、びっくり。バブはやばい。トコ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 。自分の髪がめっちゃ黒く感じるわ、隣におったら。私が、私のせい。黒い時の写真を見るだけで誰かわからんかな。え、でもこっちの方が似合っとるねえ、うん、なんか変な、違和感やね。なんか昔の写真見てなんかこのアリちゃん違うと思ったら髪色が違うっていう。うん、黒い。未知の卒コンぐらいまで黒かった。確かに。でも最初染めた時違和感なかったもん。ほんま、うん、気づかんかった。サラピが一話見たよね。あ、そう、カフェ行った日。そう、この前のカフェイベをやったカフェに行った日ですそうやん。そう、あのピンクのね。だってあの時さ、ここでやったらいいんじゃねとか言ってさ、写真撮ってさ、うん、うんうんうん、資料を提出したら本当にあそこでできました。そう、すごかったの。マカロンみたいなね。限定、限定っていうのか。すげえ。50分。
もうそんな経った、うん、オンライン話し合い買えませんでしただと、なんだよ後悔しろなんだよ明日は2人でおうちパーリー、雨予報なんですよ、広島は。はい、なのでおうちパーリーをします。おうちハロウィンパーリー題しておうちハロウィンパーリーです。お楽しみに。そう、広島は雨予報です。すでに外湿気を感じるジムジムしていて、すごいな、全然わからんよ。嘘、ジメジメしとったやん外。インスタも見てね。インスタも見てね、見てね。雨か、髪の毛で質の高い低いを判断できるサービじゃない？そう、見てみ今日の前髪前髪天気予報、やる気ないやろ今日の前髪、サービの前髪天気予報。湿気です、ジメジメ。ランキング読む？そうですね、そろそろぴょーん。あ、見た。充電がなくなってきました。おいわ、やば。ギフトありがとうございます。ありがとうございます。13位ジョンファンさん、ここあり第一期成人。12位奥ゆきさん、まさむねさん。11位ふくぽんさん、キズナックさん。10位おいでます元気さん、バンジャラさん。10位おいでます、間違った9位マグさん、星みつさん。8位ゆうちゃん、ありんこ自分。7位ともゆきさん、ひとりごとさん。6位エムジェソン、そうちゃん。5位バーバブソン、あやさん。4位ピロシさん、ハゲチ3位とちゃん、まきさん。2位赤エルサートさん、トリコボーズさん。1位ナラブさん、いもつんつん。ありがとうございました、ありがとうございます。明日もお楽しみに、楽しみに。ストーリー引用してもらわんと。ほんまや、ストーリー見てね。海外ストーリー、海外ユーロカフェイエーイ。これは上だから。明日は2年ぶりのパーティー、2年ぶりパーティー、お楽しみに。じゃバイビー、バイビーおやぽみー。
ちゃった。バイニャラー。グッバイ。